小学校の同級生に時々テレビに出る漫才師がいて、お笑いの技術を盗むために仲良くなった。硬派を気取って女子と全く話さなかったが、学校にファンクラブがあった。好きな女子に告白して、塚地くんはみんなの塚地くんだからと言われて振られた。花見で酔っ払い、桜の木から落ちて両手を骨折した。禁煙者の相方の車でタバコを吸いまくり、相方のドライブデートを廃止させた。相方は非喫煙者だが、副流煙で肺が真っ黒になった。ドラクエのゲーム中の会話を全てメモしている。相方の鈴木を間違えて塚地と呼んだ。動乱とヘアワックスを間違えて塗ったことがある。コントで女装をした際、父親にそんな風に育てた覚えはないと怒られた。